石垣島事件は1945年4月15日、石垣島の上空でアメリカ軍の戦闘機が日本軍の攻撃を受け、パラシュートで脱出した兵士3人が旧日本軍に捕らえられ処刑されたものです。捕虜を人道的に扱う国際条約に違反したこの悲惨な事件を語り継いでいこうと、2001年、アメリカ側の有志と石垣市の市民団体などが慰霊碑を建立し、毎年、命日の4月15日に慰霊祭を開いています。コロナが落ち着いたということも含めて、こうして総領事も米軍もして石垣行政側も含め、市民みんなが一緒になってですね、開催できたというのは本当に嬉しいと思っております。実行委員会では今後もアメリカ側と一緒に慰霊祭を開催し、石垣島から平和の願いを発信していきたいとしています。